はい、恐怖の弾き語りシリーズでございます、はい、これはですね、ピアノが簡単に弾けるっていう、ピアノっていうのは簡単ですね、はい、なんかだからピアノ、ちょっとどのような方がですね、これだけ多くですね、ご視聴いただいているのかですね、全くわからない、まあ、通りすがりでですね、ちらっと見てブチッと切られてると思うんですけども、はい、まあでもピアノに全然興味のない方はですね、ご覧にならないと思うので、一応ですね、まだまだもう300本超えましてですね、まあ曲っていうのはでも無限にあるので、私が知らない曲もいっぱいあるわけでございましてですね、まだまだいろいろやった方がいいのかなとこう思うわけですけれども、はい、ピアノが弾けるってこの定義はですね、これで弾けたってことですね。であとはそれの連続性でしかないんですね、はい、でこの説明のところにですね、ピアノが弾けるようになる方法ね、今何だ何本18本ぐらいかん、ちょっと分かんなくなってきて、やっておりますのでですね、そちらとかですね、あと鼻歌とかですね、鼻歌が随分視聴していただいてですね、もう鼻歌でね、もう本当人生どうなるか分からないので、鼻歌とですかですね、まあいろいろここの説明のところにですね、書いてあります、はい、よろしくお願いします。はい、でそれもですね、日々どんどん増えていくので、まあ、天からの声と、天からの声で生きておりますのでですね、私ですね、天から声がやってくるんですね、はい、これ誰でもやってくると思うんですけども、またそういう話もですね、このスピリチュアルっていうね、本当のスピリチュアルっていうのもやってます。まあそれはここには書いてないんですけども、再生リストをやっております、はい。長い間ですね、まあ、いろんなことを勉強してきましてですね、はい、もう本当長いことやってきましてですね、で、まあ、この地球がどうなってるのかっていうね、まあ、この全体像がもっと分かればいいんですけれども、今地球はどうなってるのかと、うん、これがね、まあ、誰にも分かんないと思うんですけどもね、はい、まあ、そういった中でですね、今日は何だ、海の見える町、魔女の宅急便、はい、ちょっと話が壮大になってしまいましたけれども、はい、なんかね、話をするのがね、もう日課っていうかですね、それでまあこの弾き語りしながらいろんなことを喋ってるので、まあ多分それをお聞きになりたい方もね、いらっしゃるのかなと、思いますね。これだけやって、これだけ再生されてるとですね、はい、あとはですね、ご協力いただけませんでしょうかっていうのも取ってありまして、それもちょっとぜひ聞いていただけたらなと、うん、思うわけでございますね、いろいろね、アイデアで人生変わるので、うん、まあやめときましょう、今回はですね、このぐらいで、はい、それでは魔女の海の見える町、はい、ララ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 ラで、ピヨピヨ譜面っていう、これピヨピヨ譜面なんですね。ピヨピヨ譜面の宣伝と、まあそのあといろんなことの宣伝の動画ですので、はい、まあそれ以外にもね、今この YouTube もうすぐ4000本になりますのでですね、はい、そういったところでございます。まあいろいろ音楽もいっぱい入ってまして。まだリクエストとかあればですね、いくらでも弾くんですけれども、はい、はい、そういうことでですね、はい、よろしくお願いします。はい、で「ルル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 」っていうのもちょっと歌いたいと、これはちょっとね、ピヨピヨ踏みには書けないですね、書けないっていうのはですね、この著作権っていうものについてまたやっておりますけれども、またですね、楽譜っていうものもですね、この、ちょっとうん、やった方がいいんじゃないのかなっていう気が、してきております。ただ私一人じゃ何もできないので、ちょっとご協力いただけませんでしょうかっていうところでやってますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、では、はい、
ピヨピヨ譜面はこれだけですね。まあこんだけ鳴らした方がいいのかな。まあそういうのはね、適当なもんですから。でも、まあ、ピヨピヨ譜面は一応決めてですね、まあちゃんと鳴らした方がいいですかね。ルル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 って簡単ですね。こうやってこうやってこうってルルルルルルで、こういうところはですね、2拍子だったりするんですけど、私は4拍子にしちゃったりですね、ややこしいので、そういうのは、そういうのは編曲っていうのは自由なので、どうやってもいいわけですね。別にもっと倍伸ばしてもいいし、いくら伸ばしてもいいわけですね。はい、そういうことですね。まあ原曲通り弾きたい方は原曲を聴いていただいてですね、そういう感じですね。あと楽譜もね、いっぱい売ってると思いますので、まあ一応ここはですね、2拍子でピヨピヨ譜面は書きますけれども、別に伸ばしてもいいっていうことですね。はい、ルンルンルル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 ルって非常に簡単ですよね。もうすぐ、今すぐ弾けますので、であとはもう一生で、ドルルンルル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 ル、あるいはもっと小節増やしちゃいますね。増やした方がいいような気もしますね。うん。何小節増やしてもいいんじゃないですかね、この感覚で。はい。で、あと一緒ですね。はい。で、これでもうできたんですけども、ああ、こういうのはですね、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目ですね。これいつも言ってますので、1丁目、2丁目、3丁目、4丁目です。はい。これがうさぎさんです。はい。これがウサギさんで、かわいいでしょ、ね、はい、こちらのウサギさんもかわいいですよね、はい、時々倒れちゃうんですよ、そういうことでですね、あとはですね、これが押さえ方がですね、ルル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 、まあこの辺は別にそんなでも、ちょっとメロディーのとこからですね、こう、まあ、これもですね、パターンっていうのが一方いくらでもあるのでですね、パターンですね、パターンをいろいろ覚えるとですね、いろいろできるようになりますのでですね、自動で手が、これ手が勝手にですね弾いていくシリーズなので、私はだから楽譜っていうのはですねできないんですよってずっと言ってきたんですけどまあだから100回弾けば100回違うようになりますけれども、その1回を楽譜に書くことは、それは可能なので書けないことはないのでですね、だからまあそういう話をこのしてるんですけども、このお願いできませんでしょうかっていうところでですね、はい、はい、そんな感じで、いろいろですね、ご覧いただけたらなと思います。はい、せーらるん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 がちっちゃいんですよね自分で書いといて ということでですね、今瞬間で何パターンもやりましたけれども、いろいろね、だからこんないろいろ変化させても面白いわけですよ。
だからアレンジっていうのは無限でも、だこんなの楽譜に書けないですよね、今弾いたのね。書けますけど、書けますけど、それ書いたからってですね、ちょっと不満が残るじゃないですかね、それ見ていただいてね。だから基本的にはできないんですけども、ただ楽譜付き YouTube っていうのはちょっとねやってみたい気がするんですよね。それの方がですね再生されると思うので、楽譜付き YouTube 再生されてるのがあるもんですから、そんな感じでね、これはもうですね、まあ結婚するに等しいことになるんですけど、やるってなったらですね、ただ私も一生懸命楽譜書いて演奏もしますし、はい、ね、そんな感じでいろいろでございますが、はい、まあ私とですね波動の合う方がですね、波動っていう言葉があるんですが、波動エネルギーですね、これは確かに存在すると思うんですよね、やっぱりね、そういう感じでございましてですね、はい、まあ波動の合わない方はねもうすぐブチッと切られると思うのでですね、はい、そういうのこう直感で分かりますんでね、はい、そういう感じでぜひよろしくお願いします。はい、よろしいでしょうか、これで弾けますか。ってこれだけですね、はい、この押さえ方を、これがピヨピヨ譜面でございますね。ピヨピヨ譜面ですね、もうかなり有名になってましてですね、ピヨピヨっ てこう道電車に乗ってですね、ピヨピヨって言っていただきますと、みんな乗ってる人が譜面って言ってくれますので、はい、そのぐらい有名になってきました。はい、ではありがとうございます。はい、どうもすいません、失礼します。